スプリンターだから。さあ2名の選手が最終コーナーに入るところを頑張れ。ここルーナ号、広瀬さとし、さあ外側の方に、今帰ってきます46番、帰ってきてチャンギョングです。チャンギョングタイム45分38秒、そして広瀬さとし54分41秒です。頑張れ、頑張れ。続いて帰ってきたのは104番のナンバーカード、エッティッパーサダメーター本舗グラファイトデザイン、増田成幸、帰ってきて44分12秒、さ現在3番手のタイム44分12秒。あやまさん、ラストラストラスト、頑張れ。そして愛さんのユニフォームが上がってまいりました、森和弘、失礼しました、83番、綾部竹明帰ってまいります。綾部竹明48分36秒43秒です。さあそして続いて最終ルーナをかなりの勢いで立ち上がってまいります、ソウルサイクリング43番、ゴンヒョソクが今入ってまいりました。さあタイム40分50秒で現在1番時計、こっちが森さんだな。さあ40分50秒というタイムで帰ってきましたゴイドスク、そして森和弘愛さん自身帰ってまいりまして55分6秒です。ラストラストラスト。さあ続いてブリヂストンアンカーの福原雅留が間もなくゴールに帰ってまいります。133番ゴール、さあタイムは48分12秒です。続いてチーム AIS ジャック・ボブリッジが上がってまいります。さあ昨日のレース、昨日ありますがレースでは非常にいい走りを、見せていましたジャック・ボブリッジ、44分31秒で現在6番手のタイムです。あ、王子王子レープだ、通過中。さあそしてカザフスタンのユニフォームが見えてきました。ドミトリー・グルーセフが間もなくゴールに帰ってまいります。さあ53番ドミトリー・グルーで帰ってきてタイム47分57秒、47分57秒。そしてアイスサンレーシング西谷さん、タイムは49分31秒、49分30秒、いよいよ最終コーナーのは日本コルダゴ、さあ144番の佐野純也が今ゴール、タイムは43分50秒、現在4番手のタイム。では清水宮高が通過しています。そしてカルビオロアスタイルダニエルコルダが上がってきました。最終コーナー、最後もかなり重たそうな、そんなところでのフィニッシュでしたが、45分55秒です。ラスト、頑張れ頑張れ。そしてさあ13番が上がってきました、43分21秒で現在のところ4番手のタイム。さあそして、見えてまいりまして最終コーナー、大きな声援とそして拍手がかけられています。
ソウルサイクリックの有基本、その後方からさあ目が下がってきた46分26秒、そしてキッパーセダ名探北斗グラファイトデザインの清水宮隆、帰ってまいりまして、さあタイムは43分33秒で現在5番。そして、こちらゴール地点にはチーム A がいます。バッター集の姿が見えてまいりました。最終コーナーから直線、まもなくフィニッシュに帰ってまいります。失礼しました、マイケルマシューではなくトラビス・メイヤー帰ってまいりました。46分25秒です。そして、先ほど失礼しましたマイケル・マイナーです。この後、36番帰ってまいりました。44分30秒です。さあカザフスタンのユニフォームが見えてまいりました。一時はグリーンチャージの着用もありました。今回の、さあワンカップを47分6秒でのフィニッシュです。さあ見えてまいりました、ドミトリーゴムノフ、上がってまいります。最終コーナー、そして間もなく、直線に帰ってまいりますが、さあその姿、こちらからの表情では